しゃぶりつきたいと思います。あの旨味調味料使わないでこれだけ美味しいだし、本当に美味しいです。皆さんだんだんね、秋らしくなって、私もちょっとさっぱりして、あのこれから秋に向かって頑張りたいと思います。今日はですね、以前にあの豚肉のポテ、結構バズりました。いまだにバズっておりますけども、鶏手羽元のポトフ出ました。ポトフ、ポトフドゥピロンっていうんですね。ピロンドゥエールデールっていうのは、エールっていうのはこう、あの これですね、こうですね、ピロンドゥデールドゥプレ、鶏の手羽元のポトフをご紹介いたします。はい、材料です。これ手羽元、こんなにあって、皆さん394円ですって。手羽元国産でございます。そして、塩麹ね、ちょっと今日もあの四ツ谷の前麹してましたけど、その麹じゃございません。塩麹ね、発酵食品ね、このよくあのこれ麹使うんですけども、麹をマリネすると、肉質が柔らかくなるということで、あとあのこれ一日あのマリネするんですけども、水分も一緒に出てきますので、その水分を拭き取ると臭みも、取れるという一石三鳥でございます。塩麹を使います。そしてお塩で、これ明日やるんですけども、長寿ね、長寿、こうやってあの玉ねぎにこうやって長寿を刺して、よいしょ、香り付けにします。玉ねぎ明日カットしますけど、あとお芋、小さなメークインです。キャベツ、人参、セロリ、あとお野菜はね、あのお好きなものは何でもいいんです。ポトフということで、まず、麹ですね。塩麹ね、これはあの発酵食品、お醤油とかね、味噌とか、そして分量のお塩、はい、でこれをじっくりもみもみします。よくつけて、これあの明日ですね、ここにあの包丁で切り身を入れて火が通しやすくしますので、それは明日やります。でこうやってね、よく塩と塩麹でもみもみ、よくつけてください。これで一晩、マリネします。そうすると肉質も、嘘のように、柔らかくなります。一昼夜寝かします。はい、一昼夜ボヌイ、はい、昨日手羽元をあの塩麹につけて、皆さん見てください。あの匂いと水もあのだいぶ水気も出てきてますので、ポイントはこうやってよくこの水気も、水気が 出てますので、よく拭き取ってあげてください。結構あの塩麹もね、これ吸われてほとんどなくなってる状態でございます。あのぬめりも出てますので、これ結構あのポイントなので、よくこうやって拭き取ってあげてください。材料機能説明したと思うんですが、玉ねぎはこうやってあのこれから長く煮込むので、こう芯をつけるとバラバラになりませんので、あと長寿以降、あと皮をよく洗って乱切りにしております。お芋はそのまま入れちゃいます、ちっちゃいので。あとセロリもザクッと、あと、キャベツをもう芯をつけて、あの切っております。この骨の脇のところ
お包丁入れておいてください。そうすると火が通りやすいのと、あの食べるときにずっとあの剥がれて食べやすいので、ちょっとひと手間ですけど、なんかあのスタッフ曰く、あのお店でもこうやってハサミで切ってる状態で売ってる場合もあるみたいです。そうじゃない場合はこうやって骨の脇にこうハサミをこう入れていただいて、はい、これで準備完了です。はい、それでは、鍋に、2リットルの強火です。強火で、この状態で入れちゃってください。この状態で、沸くのを待ちます。でポイントなんですが、アクが出てまいりますので、これあの透き通ったコンソメにしたいので、アク、の取り方ね、今あのこの状態からやってだんだん熱くなってアクが出てまいりますので、このアクが出てきたお料理をアクアパッツァって言います。で、この今アクがどんどんこれ鶏肉が出ますので、それを丁寧に、アクを取って、それからお野菜を入れてコトコトと40分煮て、透明な、コンソメにいたします。ちょっと沸くまで待ってください。はい、皆さん見てください。これ触ってません。こうやってアクがこうふっついた状態まで置いときます。そしてこのふっついた、あまり取っちゃうとうまみもなくなってしまうので、こうやって皆さん分かりますか、こうアクが、ね、アクどんどん出てきますでしょ。はい、その時に中火にします。でこうやってアクが塊になりますので、鶏はですね結構アクが出ます。こうやってこう固まったら取ってくださいね。はい、これからまだたくさん出てまいりますので、はい、皆さん見てください。こう透き通ったこの状態ですね。この透き通った状態にして、それからお野菜を入れます。まず硬い順からお芋、人参、硬い順です。はい、そして、玉ねぎ、お野菜からはほとんどアクが出ます。そしてセロリ、そして最後に、キャベツ。これ入れますと当然ですけど温度が下がりますので、ここでもう一回強火にしてください。はい、これ皆さんね見てください。こういうアクのこう固まったらアクを取ってください。じゃないと、透明になりませんので、これでもう一回、沸騰させて、それからコトコトと大体40分ぐらいですね。そうするとみんなお野菜も柔らかくなりますので、これたっぷりお水が入ってますので、蓋をしないで、では1回目の味見をします。うん、1回目の塩味は味を引き出す、あとじゃあ少し胡椒ですね。で、2回目で、味を整えて、3回目で、まあ、僕はもう3回目はほとんどお塩入れないんですけど、3回目で決めると。はい、皆さん見てください。さっきアクをしっかり取りましたので、まあこれはまだね、こう固まってませんので、このまんまでコトコトこれから、40分ぐらいコトコトと蓋をしないで、煮込んでいきます。また途中でチェックします。はい、皆さん見てください。だいたい今20分ぐらいですね。ですからあと20分ぐらい、そんなにさっき丁寧にアク取ったので、アクもほとんど出ておりません。
まあ、これぐらいのコトコトとね、煮て、ちょうど2回目ちょっと味を見ます。あと20分ぐらいかな。うん。あの、塩は最後で、もう、あの、野菜の香りがめちゃめちゃいいです。あと、こういう感じで20分ぐらいでちょうどだと思います。おいしそう。はい、皆さんちょうど、40分経ちました。コトコト見てください。ほとんどね、あのほとんどアクが出てもおりません。でこのほら透き通ったこのね、透き通ったこのコンスープ、まずあのお野菜の火の通り方を見てみます。お芋、あね、皆さん完全に火が通ってます。まあお芋に火が通っていれば人参は完全に、玉ねぎは完全に、キャベツ完全に火が通っております。それでは、最後の味付けします。あ、もうちょっと気も、まあちょうど塩加減いいんですけど、これスープたくさん飲むのでもうこれぐらいで、バッチリです。では、盛り付けにします。はい、まずお芋、キャベジンね、これってあの芯をつけておくとね、こうバラバラになりませんので、皆さん人参、セロリ、そして玉ねぎ、そして手羽元、手羽元でございます。そしてたっぷりのスープ、見てください皆さん、この透明感。これあの今日はこのままいただきますけども、マスタードか、まああの好みで、ただあのからし、皆さん見てください、この今日はあのこのね、こう透明なこのスープっていうのがテーマでございまして、ああもう皆さん、あのよくあの毎回言うんですけど、あのうまみ調味料使わないでこれだけ美味しい、あのだし、これあの鶏から出るね、イノシン酸と、野菜の、イノシン酸と、あとうまみが凝縮しておりますので、これだけ本当にこの本当に鮮やかなこのお芋なんかもね、あの皮付きで、皆さん見てください、この切れ味、うん、本当に美味しいです。では例によってフィンガーボールでしゃぶりつきたいと思います。もう手羽元も見てください、やっぱりあのハサミを入れたので軟骨です、なくても軟骨です、あやばいです、人参の、これあのたっぷりスープがありますので、後でおじやとか
バッチリだと思います。合わせたワインはさすがフランスブルゴーニュ、ビレクレッセ レピネシャルドネでございます。あ、珍しいですね、単一で。あ、失礼しました、ブルゴーニュは単一でした。もし、あ、これからのあのフォワールね、フォワール、あんたは、あんたには用なしみたいな、失礼しました、フォワール、用なしの香りがよくやりました、あんた用なしみたいな、非常に素晴らしいです。あ、この汁が、ちょっと気持ち薄めなんですけども、味がめちゃめちゃキャベツ、うん、うん、昼、これ皆さんあの夜には作らないでくださいね、昼汁って、これ失礼しました。もう一本行きたいところですが、これから営業があるので、もう非常にあの繊細な、これもダブルグーです、どうぞ、ご家族の皆様に、作ってあげてください。本当にピュアな、あの深いグーです、ダブルグーです。